陥落の炎に焼かれるジオン最後の要塞アーバーワークーを後にし、私は生き残った将兵たち、そしてザビ家の血筋を持つミネバザビとその側近などを伴い、火星と木星の間にあるアステロイドベルトを逃亡の地とし身を寄せていた。ひたすら再起の日を信じて息を潜めていたあの頃、私はアステロイドベルトの彼方で遠く輝く太陽を見つめ、子宮圏へ憧れを募らせる一人の少女に出会った。ハマーン・カーン、ザビ家に振幅するアクシズの指導者の娘だ。終戦から3年後、地球圏では新たな動向が現れた。元広告軍残党の反乱の活発化に伴い、連邦軍はその鎮圧のためジオンの残党狩り部隊ティターンズを結成。だがそれはアースノイドとスペースノイドとの間に新たな意識の格差を生む要因ともなった。そんな状況の中、1500万人を死に至らしめた30番地事件が勃発した。地球復興のみに従事し、空を顧みない連邦の行政に対する抗議デモが行われた頃に、ティターンズは毒ガス攻撃を行ったのである。私は連邦の大尉の分析を入手し、クワトロバジーナを名乗り地球圏に戻ってきた。そして実感した。連邦の行為は座視できない、準備する必要があると。それが私にエウーゴへの参加を決意させた。スイートウォーターでアーガマは完成しました。重傷も首を長くしてお待ちです。大佐がいらっしゃらなければモビルスーツは動かせないのですから。大佐はよせ、私は大尉だよ。ほう、新たな混沌が地球圏を支配していた。だが私の心は再起の喜びに震えていた。黒いガンダム。公開日誌補足。アーガマはスイートウォーターから就航して以来初の作戦をグリーンオアシスで展開し、ティターンズが開発中のガンダムマーク2 2機の奪取に成功した。これを我々反地球連邦組織エウーゴがティターンズと地球連邦軍へ対し本格的な軍事行動を開始したことを示すには十分な作戦となった。それとガンダムマーク2を操縦し本作戦に協力したグリーンノア1の民間人少年がアーガマに乗船することとなった。いいか、一機はバラシューだ。君はアムロレイを知っているかね。はい、アムロレイの名前はアングラの出版物で知っています。おお、グリーンオアシスでアングラか。グリーンオアシスだってもともとは軍事基地ではなかったのですよ。そりゃそうだが、空気漏れが続いていたらどうしたんだね。現在サイドセブンの空域はグリーンオアシスの名前で呼ばれ、ティターンズの拠点となっている。ティターンズはそこでガンダムマーク2の開発を行っていた。アポリ、ロベルト、ガンダムマーク2を捕捉するぞ。君の協力で2機ものモビルスーツが手に入ったのだ。偶然が重なっただけです。カミーユ・ビダ、ティターンズのガンダムマーク2を奪い、訓練もなしにそれを操縦した。
民間人の少年か。まるで。これよりモビルスーツによる演習を開始する。クワトロサイトカニーはモビルスーツデッキに。君はまだ軍人になるつもりはないようだが、今日から演習に参加してもらう。一応軍艦に乗るんだ。空での発進と着艦ぐらいは覚えておいた。アストナイト、後の説明は頼む。私は予定地点で待つ。まずは装備の選択だ、カミーユ。マーク2は専用のライフルとバズーカが装備可能だ。モニター右下のゲージが消えたら時間切れだ。発進の呼吸を乱せばな。現行の装備で射出するぞ。もたもたするなよ。これより模擬戦を行う。訓練といえど実戦のつもりでかかれ。こんなものだ。まだマーク2にも慣れていないのだろう。これから慣れればいい。これから着艦作業に入る。左舷固まるときを着艦しよう。隊員にだいぶ絞られたようだな、カミーユ。
サイドワンの脱出。アーガマは地球の引力でジャンプし、魔の空域と呼ばれるサイド4を経てサイド1の30番地へ入港した。かつて反地球連邦運動が盛んだったこの頃には、シターンズの G3 ガスによる攻撃を受け、1500万の住民は死滅し、今も無人のままだ。新たにクルーとなったエマシーン・チュイとカミーユ・ビダンには、その現場を見せ、エウーゴの活動の意味を理解してもらおうと思う。エマ・チュイは元ティターンズ仲間、カミーユの両親を人質に取ったバスクに疑問を感じ、エウーゴに参加した。まだ保護観察の身ではあるが、アーガマにとって良いクルーとなることを期待している。そこのノーマルスーツ、エウーゴのものか。地球連邦の人々は空という新しい環境を手に入れ、そこに適応していこうとする人間を恐れたのだ。ニュータイプになるから。そうだ、ニュータイプをエスパーのように考えているから、いつか彼らに主権を侵害されるのを恐れているのさ。嘘だ。お前はライラ隊、かつてジオンを好きにしたザビ家の残党の都合のいい理屈に騙されているんだ。地球連邦が第二のザビ家になろうとしているのがわからないのか。なんだと。地球を私のものにしようと。できる人だ、あれが敵。口を聞いた士官が乗ってでもいるのか。いや、さっきの子供の方か。油断するな、奴はただ者じゃない。そうか、私が今あの子のことをただ者じゃないと言った。この分かり方が無意識のうちに反感になる。これがオールドタイプということなのか。ジェリド、ライラ、Yeah.
サイド1を離脱し月軌道へ入った。グラナダで補給を受け次の作戦に備える予定だ。それとエマ注意の保護観察が解かれた。今後は現地徴用兵の扱いでパイロットとして働いてもらう。どうした？後方より敵艦接近。あの神湯って子供がライラー、奴はニュータイプだとでも言うのか。俺だっていつかはティタンズをこの手にしたいと思ってるんだ。本気らしいね。教えてやるよ。いい男になってくれればもたれかかって酒が飲める。カミーユ、女の名前なのに男か。なめるな！仇は俺の手で取る。絶対に。お前さんが俺を導いてくれよ。敵艦よりモビルスーツ発進。マックス、ビッグベースを出せ。アーガマ降下。グラナダに行くと見せかけて一挙にアンマンコースだ。敵はすぐ目の前だ。マーク2は30秒後にライフル装備で射出だ。準備も急ぎよ。敵十字方向、いや正面から来るぞ。後からクワトロ隊がフォローしてくれる。マーク2射出後アーガマから援護射撃を行う。いいな。貴様はライダーを知らんだろうが、俺にとっては師匠なんだ。